毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日は2020年度の総合政策学部、英語の大問1のですね、あの、内容1の問題をやっていきましょう。よろしくお願いします。で、あの、内容1の問題を解くときに、まあ、どういうふうにやるかっていうと、まず一通りあの、選択肢を見ていきます。で、選択肢を見ていて ででその上でこうその選択肢に関してじゃあ本文でどういうふうに書かれてますかということをあのまあ検証していきます。ちょっとやっていきましょう。えー、とまず41番です。えー、第1パラグラフではえ作者は IKEA のパーキングのことをえなんちゃらと言っています。えー、じゃあちょっとやっていきましょう。で、まあ、表現してますみたいな意味ですね。 えっと、1番がえーと数学的だと。2番が異常に配分されてる。3番が非効率なデザインだと。4番が魅力的だと。パラグラフ1に戻るんですけれども、ちょっとまどんな感じで書かれてるかやっていきましょう。パラグラフ1です。要はなんかその IKEA の,の駐車場で4時間あの待たされたと。で、それはあのイギリスのえーとリーディングに のににいる人にとっては、まあそ,のえー、とそういうことよよくあるんだよっていう,うな話です。で、まあ、ここから分かることが、まあ、渋滞が起きてるっていう風なことなんですけれども、まあ、渋滞が起きてるっていうことは、まあ、逆に言うと、まあ、非効率に作られてるってことですよね。あの魅力的なんてのは絶対ありえなくてですね。これはもう3番しかないかなという形です。で、次、えー、と42番。これは、えー、と当てはまらないのがどれですかっていう風な話なので、まあ、あの逆に言うとこう当てはまるやつを選んでいて、 で,で、最終的に当てはまらないものが出てくるっていう風な、そういう問題です。一、えー、個ずつ選択肢見ていきましょう。一、えー、つが、えっ、ー、と、まあ、その、例えば日曜日やホリデーは、えっ、ー、と、標準偏差が高くなると。まあ、この、標準偏差っていうのが何つ標準偏差って英語で聞いたことある方ほとんどいないと思うので、これはま、しっかり文章を読んでいかなきゃいけないっていう風な問題です。えー、二番目が、えー、まあ、あのー、 これも標準偏差の話ですね。それで、あの、標準偏差が小さいと、まあ、その、えー、ピークタイムの変化が乏しいということが分かるよっていう風な話です。で、3番が、えっ、ー、と、これは、えー、あれですね、あの、 ま、これは正規分布。正規分布っていうのもこれ英語で見たことある人少ないですよね。あの、だから結局この本文中のその解説である程度理解するか、あるいはもうその正規分布っていう言葉を知ってなきゃいけない。で、正規分布っていう言葉を知っているためにはどうすればいいかっていうと、まあ、過去25年分の問題を見てても、まあ、その標準偏差とか正規分布っていうのを知ってるかどうかって言われると結構怪しいので、まあ、出てくるであろうかなというのは、ま、リンガメタリカにはちょっと出てこないから、 まあ,あの、アカデミック5冊やってれば、その中のどれかに出てくるか出てこないか、あるいはもう本文中でそれを理解するかしかないっていう風な問題なので、結構まあ難しいと思います。えー、正規分布を使うことは、そのオーバーフローを予測する上で役に立つみたいな、そういう話ですね。で、えー、と4番、これは、えっ、ー、と、まあ、あのー、オーバーフローを予測すると、えー、極端なイベントを予測できるようになると。 で、あのー、これはですね、なんか、まあ、なんでしょう、全部その選択肢言えることなんですけど、こう当たってそうなことを書くんですけど、本文中に載ってるかどうかっていうことが大事で、その、いかにもありえなさそうなことっていうのは、まあ、さっきの41万なんかは、サービス問題で、まあ、ありえなさそうな選択肢が一つありましたけども、まあ、基本的にはありえそうな選択肢を書いてるわけですよね。で、その中で、本文中に載ったのどれだ、あれは載ってないのどれだとか、あとは、その、あのー、あれですね。 えっと、うん、まあ、ん、例えば少し、まあ、前半は当たってるけど、後半は外れてるとか、あの、そういうことも SSC よくあるんで、まあ、そういうことがないかなっていうのはしっかり見ていくことが大事です。え、パラグラフ3、4見ていきましょう。え、パラグラフの3、4です。っていうところで、えっ、ー、と、まあ、 あのー、この S っていうのが、ま、標準偏差だよっていうふうなことは書かれてるんですけど、まあ、標準偏差っていう言葉を知らなかったとしても、こう、あのー、あれですね、こう概念としてどういうものなのかっていうのを、この一番最初の文章読んで、ある程度理解しなきゃいけないっていうことで、まあ、結構難しい問題だとは思います。 であのそういう抽象的な概念をそのしっかり頭の中で扱わなきゃいけないということを考えると、割とこう数学が得意な人とかは有利で、まあ、その抽象的な概念を頭の中で扱うということがよくできているわけだから、数学が得意な人は。逆にこう数学が苦手な人は不利ということで、まあ、あの英語の問題をそのあのやっていながらもその数学力を試されるという、まあ、そういう問題なわけです。あの非常によくできた問題だなと思います。 えっと、あの、わすらの理工学部の英語なんかはそんな感じですね。あの、理工学部の英語は数字が出てきて、あの、数学的な能力がない人だと、あの、わすらの理工の数学は、あれ、数学じゃない、英語は解けないです。で、えっ、ー、と、やっていきましょう。まあ、S、標準偏差ですね。標準偏差が、えー、小さいと、まあ、そのピックタイムでも結構その、あの、一貫しているんですよ、と。逆に、まあ、その、 標準偏差が大、まあ、これはあの42の2の内容と一緒ですので、ね、ちょっと今見ていきましょう。42の2は、これは小さな標準偏差は、ピー,ークタイムでもそのまあ少ない変化しかもたらさないということで、これはあ、あれですね、ここで言うところのえと42 1の内容ああ42 2の内容と同じです。で42の1ですね、えー、もしあの標準偏差が大きければ、 え、それは、ま、大きな変化も、変化なんですよっていうふうなことですね。で、あの、まあ、例えば、えー、例えば、日曜日とか、あるいは休日とか、あるいは売り出し期間中にというふうな話です。で、これはま、そんな話書いてますよね。あの、だから、日曜日と、あと休日に標準偏差は大きいと。で、 あとは、あ、まあ、もちろん、日曜日とか休日に、あの、えっ、ー、と、あれですが客が多くなったら楽しですけども、標準偏差が大きくなると。で、あとは、次ですね。まあ、42の3のところです。まあ、これが、その、あれですね。まあ、あの、いろいろ書いてるんですけど、まずちょっとあの、この段落全体で一番最後の文章ですね。えっ、ー、と、ま、あ あのより高い精度っていうのはそのあの修正していくんですよとまあそのえっ、ー、とまあこのシンプルなモデルっていうのをそのエクストリームなそのイベントにあのフォーカスしてこう修正していくんですよっていうふうなことが書かれていてこれはそのあれですねあの、うん、ここで書かれてることやっぱりちょっと違うんですよね。その オーバーフローに関して知ることで、その極端なイベントにを予測できる、極端なイベントを予測できるというふうには書いてないので、対処できるだけで、別に予測するとかそういう話は書いてないんで、4番は違うっていうことですね。ただやっぱり、普通に丸してしまいそうなので、そこは非常に怖いところかなと思います。だから、まあその主語もそうなんですけど、結構動詞が変わってることが多いんで、その、 主語と動詞。まあ、主語が変わってることってあんまり見たらないんですけど、その動詞は変わってないかとか、あとはその、まあ、変わってても同じ意味を持ってれば別にいいんですけど、あのー、その、まあ、修正と予測って全然違いますから、で、その、何でしょう、同じ意味を持ってる。だ同じ意味を持ってる言葉であれば丸してもいいけども、まあ、あの、全然違う動詞であれば、それは、あのー、まあ、丸をしちゃいけないっていうふうな、そういうところではあります。で、 42の3番で書かれたことはどういうことかっていうとこれはその積分布を使ってまあオーバーフローっての予測できるんですよというふうな話ですね。でまああのー、ここもまああの積、ー、分布の話が書かれててっていうふうなところでっていう形でこれはまああのー あれですね。42を3番に関しては OK をしてもいいのかなというふうには思います。正規弁法の話に関しては、えー そうですね。M と S っていう概念を使ってあの正規分布と標準偏差に関して、えー、と話をしているっていうふうな形ですねただまあこのかなりこれは難しかったんじゃないかなっていうふうには思いますこう抽象的な概念をこう頭で扱いながらちゃんとこう正確に読んでいくっていうことがなかなかできないと結構難しい問題かなというふうには思います一応ちょっと。 何が違ったかだけ明確にしておきますね予測じゃなくて終戦なのでこれ4番は違いますで次えっ、ー、と43番です43番は、えー、筆者は、えー、主張してます何主張してますかっていうところでじゃあこれもちょっと見ていきましょうえっ、ー、と まず1番の、この、えっ、ー、と、あれですね。日曜日の昼は混み合うんですよ、と。で、なんでかっていうとう、その、なんか暑さから逃れようとするためですみたいなこと書いて、これ、こんなこと書いてないです。あの、まあ、そもそもだって、日曜日のね、昼間に4時間も車の中行ったら暑いでしょ。そんなこと書いてないです。で、次。えっ、ー、と、2番。これは、えっ、ー、と、まあ、あれですね。あの、 ま、ひし形ひし形のっていうか、斜めです、ね。斜めの、えっ、ー、と、レイアウトの、その駐車場だと、まあ、その骨を折らずに、え、あと、かあの、安全に、まあ、であの、移動できますよっていうことで、これちょっとあの、パラグラス8のラストに書いてるので、ちょっと読んでいきましょう。えっ、ー、と、これはま、実際書いてます、ね。43の2の、これ根拠になる部分ですけれども、まあ、その、あなたは、ま、その、あれですね、方向を変えることができるんですよ、と。で、 あのまあ非常にこうまあ簡単にそしてえっ、ー、と安全にっていうふうなところで書いてるのでまああのこれは四十三人の根拠になることですけれどもマルシンじゃないかなとは思いますでえっ、ー、とあとはそうですねここで言うと と4番が違う理由ちょっと見ていきましょうか、えー、と4番がその違う理由に関してはこれまずそもそもそのあのお客さんがその感謝してるとか即座にとか無駄なくとかあとはそのよねあのより多くの、まあ、めちゃくちゃあの本当に過剰に多いその駐車場が、まあ、魅力がなくて費用,が費用がかかるってことはあのパラグラフの2の3に書いてるんですけど 2の3のここですね。まあ、あの、過剰なほどその多くの駐車場っていうのは、まあ、費用がかかるし、見にくいんだよと。で、あの、だけども、少ないパーキングだと、その、お客さんは取り乱し、不満を抱えるんですよってこと書いてるんですけど、まあ、別にその多くの駐車場の時にお客さん感謝してるとか、そんなの全然書いてないわけですから、あの、これは、えっと、4番は違うっていうふうな形です。で、あとは、その、まあ、 当たり前なんですけど、こう、あれですね、あのー、この1番もこんなことは書かれてないので、これは違うというふうな形にはなります。で、3番です三番もこんなことは書かれてないので、これは違うってことになります。 それで次、えっ、ー、と44番、44番に関してなんですけれども、ちょっとこれ読んでいきましょう。えー、っと、まあ、いわゆる普通のこう、長方形デザインのその、まあ、駐車場っていうのをより良くするためにはどうしたらいいですかっていうことで、えー、っと、これちょっとじゃあ一個一個見ていきましょう。まあ、基本的にパラグラフの6見ていくんですけど、えー、っと、まずその傾斜路をそのまあ、 あの行き止まりを避けるために作りましょうっていう話で、これは6の4に書かれてますね。6の4を見ていくと、6の4はこれですね。えっと、ま、その、ま、行き止まりっていうのは良くないよと。で、あの、それで、ま、こう、車の流れがあって行き止まりがあると、ま、そこからこう、あの、行き止まりがあると、その、車の流れにこ逆らうのような形になると。 行き止まりがねっていう話でまあなのでえと傾斜路ですね傾斜路っていうのはそれらを避けるために必要なんですよとまあ設置するべきなんですよという話をえ書いてますこれが44あとこれが十四番の1ですねで次えっとまあ何が必要かっていうところでまああの外部にこう道を作ろうみたいな話があるわけですけどこれ6の3見ると内部に作ろうみたいな話は書いてるんですよね えとまあ、実際この辺に書いてますけどもあの、まあ、内部にこうまあその作りましょうみたいな話を書いてるわけですからっていうことを考えるとまあ,あのこれは全然違いますよね内部に移動しましょうみたいな電をみたいな話を書いてますんでこれは、えー、と違ってくると44番の2と矛盾あの、えー、とこのパラグラフの6の3が矛盾してるという形ですね で、えっ、ー、と、次が6の5。6の5っていうところで言うと、これあの、あれですよね。両側のシステムなんて話は全然してなくて、あの、片,片側って書いてますよね。あの、ワンウェイフローシステムっていうふうに書いてるわけですから、って考えると、えっ、ー、と、これは、あの、44の、えー、と3とは矛盾してるっていうふうな話になります。44の3とパラグラフの6の5は矛盾してるってことですね。あとは、その、 えっと、まあ、広いアクセスレーンっていうのも、これはえっ、ー、と、6の5と矛盾してて、これはその狭い道でどうにかなるっていうふうなことを言ってるわけですよね。狭い道な、でどうにかなるっていうふうなことを、あの、言ってるわけですから、えっ、ー、と、これは44の4と矛盾してるっていうふうな形で、まあ、なので結構細かく読んでいかなきゃいけないですけど、これに関してはそんなに、あの、めちゃくちゃ難しい問題ではないのかなというふうには思います。で、次は45番です。で、 あのー、これなんですけど、その、なんていうんだろう、まあ、ラストパラグラフって書いてる場合もあれば、書いてない場合もあるんですけども、まあ、その全体として作者が言いたかったことは何ですかみたいな問題があって、私も現役の時よくこの問題間違えたんですけれども、あのー、いろいろこう何年分か解いてみて気づいたのは、あの、答えがラストパラグラフの一番最後か、そのラストかが二番目とか、まあ、とにかくそのラストパラグラフにあることが多いんですよ。で、なんかそれ以外の、その、例えば、最初の、 一段落目とかを見て、あ、一段落目にこれ書いてたから、じゃあこれが丸とかって言って丸して失敗することが私も現役時代すごく多かったんですけど、基本的にラストパラグラフかその周辺しか見なくていいなっていう、その全体としてとかっていうことが書かれてれば、あの、大体の場合ですね、もちろんそうじゃない場合もありますけど、その作者が一番言いたかったことはとかって書いてあったら、大体ラストパラグラフに書いてるっていうことが多いので、まああの、ラストパラグラフに書いてることと一番最初の段落に書いてることに悩んだらラストパラグラフに書いてるやつを選んだ方が、いや 圧倒的にあの正解できる可能性は高いかなというふうに思います。で、まあ、それをちょっとあの見ていきましょう。えっ、ー、と、まあ、あの、これで、まあ、あの、まあ、中小の,そのリスクを減らすっていうことを、まあ、その、まあ、特に書きたかったんだというふうなことでやってますけれども、これ見ていくと、まあ、 あの実際ここに書いてますね。だから、あの、まあ、あの、シンプルな交通の流れだったりとか、まあ、あと一つの入り口とか、あと一つの出口とか、そういったものが、あの、あれですね、あの、非常にこう、その安全性を高めるんですよというふうな、えっ、ー、と、話を書いてます。 でこれ以外の選択肢に関しては、まああの、特段一番言いたかったことというところまでではないのかなというふうには思うので、まあ、あの作者が一番言いたかった数字のことっていうのは基本的にラストパラグラフに書いてるんですよ。ラストパラグラフを見ましょうねって、まあ、あのラストパラグラフって書いてる場合も書いてない場合もありますけれども、まあ、あの書いてない場合でも基本的にラストパラグラフを見るっていうのがあの一つの原則になってくるかなというふうには思います。